高橋よいチャンネル。防衛費の 2% に向けて財源どうするんだっていろいろこう動きがあるみたいですけど、結局これどうなりそうな感じなんですか？どうなるかっていうとですね、これ来年度予算の話なんで、はい、今年の年末に、予算の政府案が決まるんで、そこまではまだわかんないんだけど、でももう来年度予算の話だから、はい、今年の年末予算案決まるのが25日ぐらいだと思うんだけどね。そのくらいの時には、まあ何らかの方向性が出ると。あと1ヶ月。それで、今の段階で出てきたのはなぜかっていうと、はい、もう予算編成って、12月のね、末なんだけどね、12月入ると、もうほとんど実質的に、事務作業ないんですよ。政治局だけだから、今財務省の方で、まあこんなような、メニューだっていうことを多分言ってるんだと思いますよね。今出てる話を全部、まとめて、資料ちょっと作ったんで、それをまあ見ながら、はい、防衛費の話、これ GDP 比 2% っていうのは公約にあったから、そういうふうにやりますよ。どういうペースで上げていくかちょっと年末の、来年度予算を見ないとちょっとわからないけれど、まあ、上がる方向は間違いない。多分総額で48兆だとか30兆前半だとか、48兆っていうのは多分防衛省が言ってるんだけど、それで財務省は30兆って言ってるから、これから政治成長での間に決まっていくんじゃないですかね。財源は、もうこれはメニューが出てて、これはもう別に、ほっといても5時間にはこうなるっていうのをちょっと並べたんですよね。だからこれ、財務省の官僚だったらすぐ知ってるんだけど、で、まず、いろんな、歳出増があった時に、他の歳出カットで対応するって一番ね。これをまず最初考える。はい。その後は2番目は、これが建設国債の対象経費になってるかどうかっていうのを考える。それと、あと、それで、ほぼ同時に、その他収入、これ埋蔵金ね。こういうのを考え、はい、最後は自然増収とか増税っていう話になるんですよね。で、ここでポイントは2番目と3番目。1番目はね、多分これ、多少長が自分とカットされるの嫌だって言ったりして、あと全体で無駄カットつっても金額少ないから、これはほとんど1番目はお題目で、まずやらないです。だから2番目、3番目をどこまでできるか。これが2番目、3番目がうまくできないと5番目に行くんです、大体。そういう意味で2番目、3番目がうまくできると5番目はいかない。でも財務省は2番目、3番目一切言わないで、5番目の方に持っていこうとしてるんだけど、さすがにこの年末の編成で、私のところにもね、たくさんいろんな問い合わせが来てるからね、2番目、3番目を私、主に言ってます。ちょっとね、サッカーで言うとね、2番目はね、右サイドから攻めるやり方なんですよ。それで、ね、3番目はね、左サイドから攻めるやり方でね。主に2番目の方の人は自民党内の保守系の人が結構言ってくるから、だから右サイドの攻めだと私言ってて、はい、そういう人からもパスくれ、パスくれって言われるからパス投げてますよ、私は。そうなんです、ね。それであと3番目の方の埋蔵金の話、これはね、野党の方が結構言ってくるから、どちらかというと左サイドの攻めなんだよね。で、これはこれで、2番目、3番目、どっちが行ってもね、どっちでもゴールできたら5番目まで行かないから、私はどっちでもいいと思ってるんだけどね。右サイドの方の攻めから行くと、これ、建設国債ってやり方なんだけど、今の建設国債ってどういうのが対象経費になってるかっていうと、いろんなのが書いてあって、一般会計の予算総則っていうのがあってね、1000ページの一般会計の予算書の中に、中に入ってる表があるんですよ。で、そこに表に書くか書き込まないかっていうのが、来年度の予算編成の時に書き込めれたら、まあ、この建設国債1点で OK になるということなんでね。で、その時に今まで書いてあった例を私はいろいろとパスの中に入れてんだけどね。例えば、海上保安庁。海上保安庁の専門家、これはこの一般会計の予算総則の中に書いてあって、高級事業関係費になってるんだよね。へぇ、なんで海上保安庁の船が高級事業関係費なんだって過去の経緯としか言いようがないんだけど、まあ、海上保安庁が運輸省の下だから、まあ、高級事業関係費なんか入れたんじゃないかなと思うけどね。そうすると、海上自衛隊の船がここに入らないっていうロジカルな理由はないんですよね。そうですね。まあでもね、財務省はまたいろいろこれについていろんなこねくり回した理屈をこねるんだけど、こちらの右サイドの攻めについてもディフェンダーが山ほどくっついててさ、ものすごくやってくるんだけど、まあそこはあれで押しのけられるかもしれないね。これで、この一般会計の予算総則に入れてやつで強烈なのは、この人工衛星、ね。はい、人工衛星の経費を建設国債でやったこともあるんですよ。あ、そうなんですね。でもね、人工衛星ってどういうのかっていうと、一番上に乗っかってる衛星だよね。はい、はい。その時はロケットでしょ。はい、でもロケットとミサイル構造一緒なんだよね。一番上に乗っける衛星を爆弾に置き換えたらミサイルなんだよね、これね。はい。というふうな話もしてますよ。
この建設国債、これは実は安倍さんが言ってた防衛国債そのまんまですよ。だから私は右サイドの攻めの時にね、これ安倍さんに言ってた話ですよって年次言ってんだよ。あ、そうなんですね。だから右サイドの攻めになるわけ。なるほど。3番目が埋蔵金で、これは私の代名詞みたいになってるけど、はい、これは左サイドの攻めとして使ってるわけ。はい、これで、うん、今のところ財務省の方は医療法人の2000億円ぐらい、0.2 兆円程度はもうやるって言ってるんだけど、はい、これで、外為特会って話も出てきてるわけね、今ね。でも、外為特会のある余剰金っていうやつだから、ここに書いてある40兆円っていうのは実は評価益だからね。そこはちょっとオーダーが違ってる数字になってるんだけどね。まあ一応、外為特会の余剰金っていう名目で、でも余剰金って書いてあったら多分ね、マスコミの人は意味がわかんないと思うんだけど、余剰金って ちっちゃくなるんで、はっきり言うと、評価益の話は実益にしちゃったら全部取り出せるんだよね。でもね、余剰金っていうのはいろんな会計操作して、最後残りが出てきたらやりますって話だから。結構絞る。でも今のところ財務省はだから余剰金っていう表現を使って絞って、なんとなく外為特会やってるふりなんだけど、これ左サイドなんだけど、ここもね、だからディフェンス硬いから、キラーパスをどん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 出さないと大変だよね。私さ、一人で右からのサイドの攻めのパス出して、左からのサイドの攻めのパスを出してるからさ、手薄になったらそこでちょっと狙ってやってんだけどね。完全な司令塔ですね。どっちかでも当たれば5番目までいかないからね、うん、それでいいやと思ってやってますけどね、はいはいはい、でも財務省の強烈なディフェンダーとものすごい数のディフェンダーがいて、もうなんかこのキラーパスをどん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 潰してるからもうなかなか大変ですね。そうなんですね。ここ1ヶ月が勝負、そう12月の末までが勝負だね。まあ実際上は20日ぐらいまでで決まるかな。あ、そうなんですね。うん。今そういうふうな、バトル中ですよ。だから、なんか時々ね、ネットの上ではね、なんか高橋さんありがとうって言われるんだけど、はい、もう今、いろんなパス出してて大変、こっちもヘトヘトですよって感じで。そうなんですね。コメンテーターの人とかが、何年かはこれでいけるけど、永久はできるから、ちゃんと考えなきゃダメじゃないかみたいなことよく言う人いるんですけど、それはね、一番最後のね、大方面のシナリオそのままだよね。はい、要するに、2、3年ベンチ内国債として増税につなげたいっていうのがあるから、長く持たないっていうロジックの人について言えば、必ずつない国債の話になって、はい、これつない国債赤字国債なんだけどね。これで、増税に向けてって話になるから、そういうふうに何年も持たないっていうふうに言ってるってことは、実は5番目のもう、増税シナリオに乗ってる人です。なるほど。2番でいけば何年も大丈夫っていう。もうずっと大丈夫。ずっと大丈夫なんですね。うん。だから、例えば海上保安庁の船を作るって言って、その増税って議論ないでしょ。そうですね。それで、3番目の方はね、これでね、6、7年は大丈夫なの。6、7年はこれでいける。うん、6、7年いけるとね、政治家はね、はい、自分の在任期間中は増税しないって言うんですよ。ああ、そうなんですね。実際、うん、小泉さんも、こうやって埋蔵金で出したら、もう自分の在任期間中は増税しないって言っちゃった。はい、そうでしたね。安倍さんが10年増税しないって言ったのもそういうことですか？安倍さんはまあ、いやいや消費税やらされたからもういいだろって言っただけだけどね。そういうことですね。正義の味方でいろいろ喋るんだけど、全部喋れないかもしれないから、こういう話をちょっとさせていただきましたよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。